私は神鬼、炎章様の次男、炎鬼様の妃です。時は乱世、殿方は戦場に立ち、私はただ留守を守り、お帰りを待つばかりでした。ですが、そんな退屈な日々も終わりを告げようとしています。炎鬼様がこたびの戦の動向をお許しになったのです。殿方に遅れは取りません。この関東の戦場で光り輝き、私の価値を上げてみせますわ。真の私を皆様に知っていただきましょう。名族の私こそ輝ける中元の覇者にふさわしい。成り上がりの曹操などにその栄誉ある地位を渡してなるものか。我らは曹操を中するべく関東に向かう。兵数において我が軍は圧倒的有利。この戦の勝利は揺らぐことはないであろう。だが名族はいかなる戦でも全力を尽くす。神鬼、選ばれし炎家の妃はその姿、その武とも格調高いと知らしめよ。こたびの陣容がいつにも増して壮麗ですね。我が旧友を討つのだ。異様を整え、礼を尽くさねばな。霊族の戦、存分に見せつけよ。全軍、進め。余計な策などいらん。一気に攻めよ。攻撃拠点早急に落とし、被害を免れよ。我らの攻めの構え、倒させはせん。守りが不十分だったか。拠点か。攻め取り敵の勢いをくじけ。今度は負けねえからな。敵将討ち取りましたわ。守りが不十分だったか。強いな。本気で行くぞ。
よろしく。バカな、この俺が貴様ごときに。馳せた有名に思ったか。敵将顔料関雲長が討ち取った。敵将顔料討ち取ったり。おのれ顔料の仇取らせてもらう。俺がぶっ飛ばしてやる。今度は負けねえからな。敵将討ち取りましたわ。顔料の痛みを知れ。覚悟。私憤で荒ぶるは暴、我が部に及ぶべくもござらん。敵将文集討ち取ったり。そうそう、城にこもるか。工場兵器を出せ。いぶり出してくれ。あれは雲長。よくぞ生きていてくれた。雲長との戦いを避けろ。後方に控えよ。ほう、戦場のあだ名とは興味深い。私と参る。何者？無礼な物言いは許しませんわ。許さぬ。だが、そんなことは問題ではない。選ぶがいい。このまま遠家と共に散りゆくか、それとも私のもとで先に行こうか。ほう、遠家に収めておくには惜しいわ。嘘の兵糧庫に救いの手を。兵糧は捨ておけ。城を落とすのが先だ。私と戦う。それもよかった。今度は負けねえからな。敵将討ち取りましたわ。私もまだまだ。敵将討ち取りましたわ。俺の攻撃によるかわせるか。もう武州も撃たれただと。曹操殿、ここで引かせていただこう。この戦での拙者の役目は果たし申した。このままでは城門を突破されて。次は負けない。敵将討ち取りましたわ。防御拠点と守りは強固。抜かるなよ。城への侵入を許すな。放て。あまり俺を怒らせるな。敵将討ち取り
以上守ることは。おのれ、もう一度兵器を運ぶのだ。せめて美しく散らせてやりましょう。済むと思うな。今度は負けねえからな。敵将討ち取りましたわ。勝負は見えた。我らの意向で踏み潰せ。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。守りが不十分だったか。一気に叩く。激しく攻め立てるぞ。続け。追い込んでしまいましょう。時に効くのが戦略です。敵将討ち取りましたわ。手に乗るなよ。戦略です。敵将討ち取りましたわ。あれば負ける日もある。敵将討ち取りましたわ。敵に引くのも戦略です。敵将討ち取りましたわ。わしの目の前で小肉らしいやつ。速やかに敵陣へと出航せよ。覚悟なさい。今だ、攻めかかれ。汚らわしい、
軽やかに舞い敵陣へと切り込むのです。激しく攻め立てるぞ。続け。この借りはいずれ必ず返す。敵将撃ち取りましたわ。曹操の野望砕いてやった。名族の出と成り上がり者の差が出た戦であったな。諸将の活躍も見事なものであった。所詮下郎は下郎よ。名族に触れることすら許されないのだ。諸将もそこのところを理解し私に仕えるようにな。Yeah.